あ、こんにちは、マーティンである役場キュンテです。平治、おすすめ精進料理ですね。はい。まあ、春はね、山菜がゆがおすすめ、豆腐のふき味噌のせ、うどのきんぴら、たけのこ塩漬け、あとは天ぷらもいろいろありますし、まあ、ゆりねんのあの味噌汁とかも入ってます。夏はなめこのとろろそば、あとは夏は生姜醤油大がけが一番おすすめでございます。他にも、新味生姜ご飯に、みょうがと枝豆の塩ものいいですね。やはり、ごまは欠かせない。たけのこご飯、栗おこわ、昔のご飯もいいですね。金柑がゆ、もずくがゆ、太芋がゆ、大豆玄米がゆ、あずきがゆ、きのこがゆ、いろいろありますね。はい。汁物は水豚や、くずとき汁、かぶのかつ汁、くれ汁、いろいろありますね。はい。煮物もいろいろあって、たけのこは酒かすに、みょうがの炒めに、カリフラワーとグリーンピースの煮物、あえ物は、はい。小松菜と刻み板風のおひたし、いろんなおひたしあったね。わかめとアスパラとうどのサラダ。あとはまあ、新じゃがの酢漬け、三杯酢、いろいろあります。木の酢味噌あえに生酢、いろいろあるからね。はい。以上です。バイバイ。